はいこんんにちちは、えー、てっちゃんはゃジャーナリストいいつもごご視聴ありがとうございますここに来てね、元大関稀勢の里、二所の関親方がね、いろんな意味で批判されで、大野里のね、飲酒問題で批判され、そしてね、何よりね、今度あの、二所ノ関部屋に部屋付きでいる、えー、中村親方、これ、吉風ね、元ね。で、この人がね、まあ、独立するんじゃないかと。 いいううこととがもうずっっ噂になっていてで中村親方はねまあ小車部屋好きの親方だった時から、えーまあ、出身校の日体大 OB を中心にねあの内弟子をこう確保してきたんですよね。で、えー、まあ何人かを連れてね二所の関部屋に合流したんですけど、えー、まあ その日体大の後輩をまた入れるとかねいろんなことをして今ね、えー、木瀬の里元横綱木瀬の里がやってるそ二所ノ関部屋には現在ね24人の弟子がいると言われてるんですがこの中村親方が独立するとなると大体ね8人から10人ぐらいが移籍すると見られています。で 今あの大野里問題なって大の里はただこの大野里自体はえ二所の関親方の弟子ということで移籍はせずに二所の関部屋に残ることになるとも言われてるんですがえ何よりねあのこの二所の関部屋ってね、えー なんていうかな謎のマネーージャーがいいると言われていて、ね、でこの謎のマネージャーとこの中村親方も経営の中とも言われていてね、まあ、なるべくしてなると。で、えー、これね部屋もねくっついたり離れたりくっついたり離れたりでねでもともとねこれ結構ねあのー。 このの親方が将来の理事長と言われていて言わわれれててていますよねだから二所ノ関親方と仲良くしときたいっていう気持ちはねみんなあるみたいなんですけどここに来てねちょっと風がねアゲンストの風が吹いてきて <laughs> あの最悪の場合ね 理事長どころか理事にもなれないということもあってね結構ねこの二所ノ関親方この元横綱稀勢、えー、の里、えー、にね愛想尽かしてる人が結構多いと言われていますまあ人気もないしねちょっとねこれ二所ノ関部屋もね一門の総帥であって二十数人いたのが一気に半分ぐらい減るとなるとねちょっとね旧宮城の部屋と一緒ぐらいになってしまうと力がなくなるでしょうね まあ票も入らなくなるしね理事長どころか理事も危ないと言われています。